皆さんこんにちは。どうかされましたか？二度の爆死で。前回ね見ていただいた通り、樹海さんかなりの紙引きしたので、ぜひ見てください。ということで、俺の方もアルティメットライジングの方10パックね、開封の方をしていきたいと思います。今回見せるんで、引き続きね楽しんでいってください。よろしくお願いします。ということで10パック早速いきましょう。ここでいいの引けばマジで2杯目は確実に取れます。いや来ないよこんなん。購入来るぞ。そんなね、そういう浮ついた気持ちがある絶対来ない。モンスターはキャラ演出一回もなかったら多分俺の方にね回ってくれてると思うんだよ今。ほらおいー、2パック目、はい、どんどんいきますよ。来いよ。いや今日は来ない。もう見てか、エレメントマジシャンって結構いいやつ。ねえ、エレメントマジシャン、いや、まあね、まあ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 、これ羽羽とかマジ欲しいから。羽羽来るかな。うえぇー、空手マン2代目です。よっしゃ、おぉ。まずまあまあ金エースなんでね。うえぇー、来た。よっしゃ、来るぞ、ゴー。おぉ、 SR ゲットです。馬王強えやつだこれ。手札のカード1枚墓地に送って装備する。攻撃500ポイントアップで攻撃した相手の効果が確か無効だっけかな。なるほど、いや、いいね。くそいいね、来い。え、来るね。それよく出るな。あー、これも2枚目っすね。まあでも結構いいっすよね。おう、いや、いいじゃないですか、スケルエンジェル。いいじゃないですか。いや、いいっすよ。俺なんてまだインプも。安全協定ね。結構来るんだよこれ。結構マイク無力化の構え来るね。おー、どうでしょうか、ドン。あー、どうなんだこれ、まだ分からん。馬の骨、お、はい、おいこのカードがフィールド上に存在する限り、ターンプレイヤーは、手札、自分フィールド上から融合モンスターカードによって決められた融合添えモンスターをゲームから除外し、その融合モンスター1体を、融合し召喚扱いとしてエクストラデッキから特殊召喚することができます。ロロロロです。です、です。いや来たな、それめっちゃ強いやつじゃん。融合いらないやつだよもう。ってことはね、融合のモンスター入れるべきですよね、これは。ですね。おホリジャメ、ホリジャメ、あ、俺ホリジャメ持ってなかったんだね。しかもトライスだ、うん、トライスやっと来たこれ。いや、これでコンボがね、発動できますよ、空手マンの。いや、ほんとですよ。やっとゲットですよ。いや、素晴らしい引きですよ、これ。いや、俺もう多分ユーアーズとか全く持ってねえんだけど。いや、俺、ほんとにさ、アルティメットライジングもう引かなくていいんじゃないかな。ほんとに隠された魔導書、うん、おう、うんうんうん、おう、まだこれは新しい、終わりかな。お、お、まだいた、ま、来いよ、頼むぞ。ロー、ロー、やめてマジシャン。いいよ、来るよ。魔法使えるだもん。おっしゃ、え、ドラゴンゾンビだ2体目。いや、いいね。嘘だろ、これ。いや、これまたしてもいい引きました、ほんと。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これはもう2勝目確実と言っていいんじゃないでしょうか、もう。いや、これやべえな。うんうん、いいでしょう。いやー、いや素晴らしい、これワンキルいける
これデッキがね、とりあえず作れますね。はい、やっぱトライス、こちら注目ですね。でありがとうございます。そして空手マン2体目ありがとうございます。そしてドラゴンゾンビありがとうございます。これ2体目ですね。いやーマジか、 UR フュージョンゲートマジか。なんかすいませんね、なんかありがとうございます。ということで、次こそね、また次こそというかまたね、ボゴゴにしていきたいと思いますね。皆さん楽しんでください。ありがとうございました。楽しみにしてます。